熊丸雄次は日本の外交官。2013年1月15日からカンボジア中殺特命全権大使。福岡県久留米市出身。1975年慶応義塾大学経済学部を卒業後、外務省に入省。同年より外務省アジア局中国化勤務。1976年6月から香港中文大学深夜書院で、 同年9月から、北京語源学院で中国語研修を受けた、チャイナスクール。1986年7月から、国際連合事務局勤務。1989年6月国際連合日本政府、代表部一等賞期間。1989年7月、在中華人民共和国日本国大使館参事官。1992年2月外務省。 国際連合局社会協力課長、1993年8月外務省、総合外交政策局国際社会協力部、国際連合行政課長、1994年5月国際連合日本政府、代表部参事官、1996年5月、財団法人交流協会台北事務所総務部長、1999年4月国際連合日本政府、 代表部講師、2001年在中下人民、共和国日本国大使館、講師、2004年4月独立行政法人国際交流基金、統括役。2005年2月から上海総領事、2008年7月から、太陽国特命全権康使権東南アジア、地球科学計画調整委員会上中代表、2010年8月、香港総領事を経て、 2013年1月15日からカンボジア中殺特命全権大使2016年10月から特命全権大使建国サイテロ対策組織犯罪対策協力のための日本政府代表国連次席大使に梅本市政府決定熊丸有事氏日本経済新聞日経ネット2014年4月27日閲覧カンボジアにも好かれる 日本、一層の民間投資に、期待2014.01、01、カンボジア、明日のビジネスパートナーへ、クコップ上中代表に熊丸友事講師が就任、平成28年10月21日定例閣議、案件首相官邸、外務省人事、読売プレミアム2016年10月21日5時、0分、 外務省人事朝日新聞デジタル2016年10月8日5時。ありがとうございます。